長谷君はですね、なんかもう僕も分かんないんですけど、なんかこうガラクタをいっぱい並べてですね、なんかめっちゃ大事なのもなし、なんかわけは分からないって、それでも一応音が出て、奇妙な音が出るんです。ドリームの時代の時に作った、ダークスカイという曲を。Thank you.
伝えてという曲でした。この曲はずっと、やり続けてですね、まあ、10年も経ってもやってるという奇妙な曲ですけれども、それではですね、まあ